はいどうも、ニンニク中毒ゆみチャンネルのゆみです。いやー、先日はねハロウィンだったということで、前回前々回の動画にユミ悟空というね僕の友人が登場したんですけど、いやー愉快な方ですよね。僕もね動画を見てすごい面白かったです。でまた今日からね普段通り僕ユミがね登場してるんですけども、このチャンネルを見てくださっている皆様ならわかると思うんですけど、僕ねいろんなニンニク関連のカップ麺紹介してるじゃないですか。でここ最近だとね、僕個人的にセブンイレブンさんがすごいニンニクの商品をね押し出してるなっていう印象だったんですが、今月というか、まあ、先月の末ぐらいからかな、ローソンさんがねすごくニンニク関連のねカップ麺をね押し出してくるようになったんですよ。その中でも最初に紹介したのが前々回のユミ悟空さんがね紹介してくれたカップ麺なんですけど、なんと今週もねまた新しいニンニク関連のカップ麺が登場しました。しかもなんとあの有名店のカップ麺です。それが何かというとこちら、横浜家系総本山吉村屋豚骨醤油ラーメンニンニクトッピング。というわけでですよ、なんとあの家系の元祖吉村屋さんのカップ麺のニンニクトッピングバージョンです。もう最初に言っとくんですけど、これあれですよね、普通に吉村屋さんのカップ麺にニンニクつけただけですよねっていうことに買ってから気づきました。いやー釣られてんなー。でですね、一応説明しておくんですが、こちらのカップ麺、ローソン限定で11月2日に発売、価格が238円でした。でですね、さっきもちらっと言ったんですが、この吉村屋さんのカップ麺って、普通のカップ麺の形っていうか、なんていうんですかね、その丼型っていうんですか、あの形で、もうね、すでにローソン限定でね、豚骨醤油ラーメンでね、発売されてるんですよ。なので、本当にね、多分それのニンニクついたバージョンだと思うんですよね。でそっちのね、ニンニクついてないバージョンは、もう僕がね YouTube を始める前から発売されてて、動画にはしてないんですけど僕ね食べたことあるんですよ。なのでね、まあ改良されてるのかな、まあされてたとしてもねそんなに味は変わってないと思うんで、まあ初見ではない感じにはなってしまうんですけど、家系の元祖ということでね、吉村屋さんのラーメンはねマジで美味しいので、今回もね非常に楽しみです。というわけで早速食べていきましょう。ゆみチャンネル開封の日。それでは中身チェック。中身はというと、まあカップヌードルスタイルですね。火薬などはすでに入っております。で蓋の上にですね、この生おろし後入れニンニクが乗っかってます。それではお湯イン。よし、それでは5分後にお会いしましょう。ゆみチャンネル。はい、できました。てるん。あーもうこの時点でもうね素敵な香りがします。それじゃあ混ぜていきます。こう下からねしっかり持ち上げてかき混ぜていきます。OK かな。それではいただきます。まずねこの生おろしニンニク入れずにねノーマルの状態で食べてみようと思います。いやー吉村屋さんのカップ麺久々だな。それじゃあいただきます。あーやっぱこのね家系のスープが体に染み渡りますね。うわー危ない危ない、気を失ってたわ。あーうまいわー。おっと危ない、このまま食べてたらニンニク入れ忘れそうだ。一応ね今回の主役はこいつなのでね、生のおろしニンニク入れていきましょう。やっぱね、家系にね、ニンニクは抜群に合いますから。あー、やっぱニンニク入るといいっすねー。はまらん。じゃあ、混ぜ混ぜしてから、いただきます。よいしょ、もう家系にねニンニクは鉄板でごわす。最高。じゃあ今日もね海洋拳やっちゃいます。海洋拳20ベダー。いやもうねこれなしでは生きられない体になってしまいました。私これ本当おすすめですよ。
ね、背脂の甘みとね、ニンニクがガツンとダブルで来るのでね、もうたまりませんですわ。というわけでね、あっという間に最後の一口になっちゃいました。うますぎやー。では、いただきます。まだ動画閉じないでくださいね。今日もね、これから締めをやっていこうと思います。もう家系のね、締めといったらこれしかないでしょう。ライス！というわけでね、少し前の動画でセイコーマートのカップ麺を紹介した時に、ラーメンスープでね、お茶漬けみたいなのをやったんですけど、あれがね、やっぱね、最高にうまいんですよ。なので今日もね、吉村屋さんのこのスープで、家系茶漬け作っていこうと思います。では、白米に家系スープ、ちゃ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 ー！うわー！なんてうまそうなんだ。そしてさらにここへ、フライドガーリック。さあ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 。いやもうやばいでしょ、このビジュアル。それでは、締めに行かせていただきます。いただきます。もうね、フライドガーリックがね、また食感がいいんですよね。このただでさえ美味しいね、吉村屋さんの家系ラーメンに、生おろしニンニク、さらに背脂ニンニク、さらにフライドガーリックもね、追加して、めちゃめちゃうまい。フライドガーリックを足したことでね、さらにニンニク感が増した上に、食感がね、ちょっとザクザクっていうのが加わってね、うまいんすよね。これは無限に食えるわ。マジでうま。実はですね、僕、20代の後半はね、5年間横浜で過ごしていて、なんだったらね、吉村屋さんの近くのね、美容室で髪の毛切ってもらってたんですよ。で、実はね、何回も吉村屋さんの横通ってるのに、僕、店舗で食べたことないんです。いや、わかる人にはわかると思うんですけど、めちゃめちゃ行列すごいんですよ。一回ね、どうしても食べたくて、何時だったかな、夕方の4時とか、その、混まなそうな時間に行ったんですけど、それでもね、めちゃめちゃ行列でした。なので結局その時もね、空腹に負けてね、他のラーメン屋さんに入っちゃったんですよね。そんなこんなでね、東京に引っ越し、今は埼玉に住んでるんですけど、なかなかね、横浜に行く機会もないので、いやそれでもね、やっぱ、ちゃんとね、本場の味を食べたい。使いたいですね。カップ麺でこのうまさだったら、もうお店で食べたら気絶しちゃうんじゃないかと、ちょっと心配ですけどね。それじゃあ、最後の一口です。いただきます。ごちそうさまでした。はい、というわけで、今日はね、吉村屋さんの豚骨醤油ラーメン、ニンニクトッピングを食べてみたんですけど、うまい！もうね、この一言につきますよ、本当に。いや、吉村屋さんのね、家系ラーメン、食べたことないよって方ね、たくさんいらっしゃると思うので、この機会にね、ぜひ食べてみてほしいです。いやー、お腹いっぱい、胸いっぱい、今日も大満足でした。はい、というわけで、今日もご視聴ありがとうございました。この動画が良かったと思ったら、高評価、チャンネル登録よろしくお願いします。それでは、またお会いしましょう。またねー。